チームで挑戦、キックターゲットミニ。チームを代表する3人がそれぞれ4球ずつシュート、合計12球で8メートル先に並んだパネルを何枚打ち抜けるかチャレンジです。最初のチャレンジャーは大内サッカースポーツ少年団。創部しておよそ50年、6年生は22人が所属して頑張っています。大内チームを代表して伊藤烈志くん、植木レオくん、小田流星くんが挑戦です。永見コーチ、この3人をキッカーに選んだポイントというのはどういうところなんでしょうか。一応みんなでボールを蹴って、みんなの代表として選ばれた3人なんでやってくれると思います、はい、実際3人は今こう後ろにキックターゲットあるけども、本物を見て今どう感じていますか。角が、四つ角が難しそう。四つ角が難しそうだと。植木くんは、はい、まあ余裕ですよ、はい、余裕です余裕ですと小田くんは言ってくれました。それでは早速1人目のキッカー、シュートが得意なサイドバック伊藤烈志くんの挑戦です。烈志頑張れ。味方からの心強い応援の声がかけられました。さあ1本目いきましょうか。何番狙いますか。9番狙います。9番を狙うという伊藤烈志くんです。1本目お願いします。いったー、逆の左下を抜いていきました。7番ゲット。伊藤くん、まずは1枚目抜きましたね。どうですか。嬉しいです。嬉しい、はい、さあ2球目いきましょうか。2球目は9番狙います。よし、9番を狙います。それでは2球目お願いします。あー惜しい、惜しい。フレーム8と9の間わずかでした。3球目は何番狙いますか。8番狙います。8番を狙う。好きな給食のメニューはカレーライス。今一番欲しいものはサッカーのスパイク。お父さんお母さん聞こえてますか。さあ伊藤くんの3球目お願いします。狙い通り、狙い通り、見事8番ゲット。大内サッカースポーツ少年団の仲間のみんなも盛り上がっています。次が伊藤くんにとっては最後4球目になります。4球目は何番狙いますか。さっきミスした9番で。あ、さっきミスをした9番。伊藤くんの4球目お願いします。そこはもうすでに抜かれた8番のところだった。続いて2人目のキッカーは堂安律選手に憧れるレフティー、植木レオくん。レオ、2人目のチャレンジャーは植木レオ選手、6年生です。最初1球目は何番狙いますか。6番。狙うは6番です。それではお願いします。いったー、3番。見事右上角打ち落としていきました。さあ2球目はどこを狙いますか。4番。それでは植木選手の2球目お願いします。枠の左上。次3球目ですけども、植木くんどこ狙いましょうか。さっきミスった6番で。6番。3球目お願いします。狙い通り、狙い通り、狙い通り、見事6番ゲットです。さあ最後4球目ですけども、どこ狙いましょうか。9番。つまり右の下ですね。では植木くんの4球目です。
お願いします。狙い通り、見事、素晴らしいキック。9番を射抜いていった。植木君どうでした？まあ、めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったです。ちょっと喜び隠しきれてないよ。表情に出てるよ。大内サッカースポーツ少年団、パーフェクトの可能性を残して3人目のキッカー、小田龍生君です。最後のキッカーはチームの点取り屋、小田龍生君の挑戦です。まずは今4枚残っています。どこ狙いましょうか？どちら？4。わかりました、4番ですね。それではお願いします。1番ゲット。1球目一番上の列左、1番を落としていきました。2球目何番狙う？4。もし今回全部クリアしたら夏休みの宿題をなくしてほしいと。そういうわけにはいきませんね、コーチね。サッカーも勉強も頑張ってもらいましょう。2球目のチャレンジお願いします。いった、4番ゲット。宣言通り、見事4番打ち落としていきました。いや、ここまでは順調に来ています。2を狙う、次は2を狙う真ん中の上ということですね。パーフェクトがかかっています。ここ抜かないとパーフェクトないよ。コーチはアドバイスよりプレッシャーかけに来ました。まっすぐ蹴ったら、まっすぐ蹴ったら、この2球で2枚落とせばパーフェクト。お願いします。さあ3球目お願いします。うえー、わずかにそれていった。少しプレッシャーもあったか。流星3本目のキックは枠を捉えることができませんでした。次が4球目、最後の1球です。最後の1球何番狙いますか？真ん中で。真ん中、最後は真ん中にしたのはどうしてですか？言ったからです。みんなが言ったから。はい。大内サッカースポーツ少年団にとっては最後の1球です。4本目お願いします。惜しい、フレーム。最後はフレームでした。パーフェクトがかかったプレッシャーの中、小田くんは見事2枚を打ち抜きました。大内サッカースポーツ少年団の記録は7枚です。初めての県警で緊張したけどいい経験になりました。難しかったけどいい県警になって楽しかったです。緊張したけど難しい中楽しくできてよかった。永見コーチからもプレッシャーかけられてたけど、どんな思いだった？あの時はプレッシャーかけるな。リラックスしてくれるかな。日頃一生懸命練習に取り組んでいる選手たちでも、思った通りの場所に蹴るのはなかなか難しそうでしたね。今後パーフェクトを達成するチームは現れるんでしょうか。番組ではキックターゲットの参加チームを募集しています。 YAB のホームページメールフォームからご応募ください。来週は山口市の吉木サッカースポーツ少年団のチャレンジです。お楽しみに。今週のレノファレディース。おはようございます。レノファ山口 FC レディース、ニコニコ笑顔の福本純子です。レディースの副キャプテン福本純子選手、泥臭いプレーでゴールを量産、前線からの守備でもチームに貢献するフォワードです。とにかく甘いものに目がない福本選手、ショートケーキが一番好きなんですって。甘いのが好きで、あんまりいっぱいは食べたら太っちゃうんですけど、点を決めた時は絶対にケーキを食べたい。今シーズンあと4個はケーキを食べないといけません。
公式戦の試合があります。昨年開幕戦で負けた相手なので、今年は必ず勝って連勝記録を伸ばしていきたいと思っています。皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。レディースはいよいよ前半最終戦、9連勝に向けて頑張ってほしいですね。そしてトップチーム、次はホーム大分戦が総力1万人プロジェクトです。サッカー日本代表モノマネ集団モノマネブルーも来場します。ぜひスタジアムで応援しましょう。それではまた来週キックオフ、山口。